予報センターから台風16号に関する最新の情報をお伝えします。衛星画像で見ますと台風16号の雲、現在この辺りフィリピンのすぐ東の海上にある状況です。午後3時の観測によります台風の状況ですけれども、本日15時現在非常に強い勢力となっています。中心気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで、西の方向へ時速20キロで進んでいる形です。台風16号なんですけれども、今後フィリピンに上陸します。そして午前3時、明日朝午前3時にはマニラの北の方を通過して、明日26日の午後には南シナ海に出る予想です。フィリピン通過中に勢力は一旦弱まる予想となっていますけれども、さらにこの西の海上、南シナ海の方面ではですね、海面水温を見てみますと再び水温30度以上の領域も広がっているというような状況です。上空の風との関係で必ずしも再発達するということは言えないんですけれども、海水温も高いということであまり弱まらず、場合によっては再度やや発達しながら西の方向へ進んでいく予想です。今のところ最低でも強い勢力を保ったまま水曜日にかけてベトナム方面に接近上陸するといった予想ですね。現時点では28日水曜日午後3時のタイミングで強い勢力、中心気圧970ヘクトパスカル、最大風速35メートルと予想されていますが、場合によってはさらに強い勢力でベトナムに上陸する可能性があります。その後木曜日にかけてタイの方に進んでいくことになりますが、この台風日本への影響はありませんけれども、フィリピン、ベトナム、カンボジア、タイ方面では大きな影響が懸念されます。以上、予報センターから台風16号の最新情報をお伝えしました。